やあ、刹那圭介だよ。今回はこのゲーム、資源の蝶をやっていくよ。資源の蝶だよ。よし、木から。確か前回はあれですわ。なんすか、なんだったかな。なんか、タクローだったっけ、タクローだったかな、このお兄さん。あ、人狼だった。人狼か。人狼さんまあ、人狼さんが、なんか、弟がなんか、変な絵がいたんよ。お前気をつけろよ、ぐらいのことを言ってくれて、なんか、調べてくれるらしい。で、なんか、この、お姉さん先生、シオンさん。シオン先生。別名、お姉さん先生。が、なんか、学校来てくれんって言ったっけな。なんで大雑把に言うたらそんな感じだったと思う。だからもう学校行けばいいんかな。チャラいろ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 。学校どこだろう。あ、なんちゃ女子高校やって。これで何、ヤシロって読むの、わからんけど。とりあえず葉月が通う学校で、学校が広く遠くからでも見立つ、駅から近く電車を利用する生徒には助かる。そうなの。多分ここでいいんじゃないかな。あれ、今日何曜日かは知らんけど、お墓参りができるってことは休日なんじゃないの。結構生徒いらっしゃいますな。部活かな。ガードマン、君はこの学校の生徒だったね。土日は私服で入っても大丈夫だよ。怪しい人は学校に入れないからね。安心していいよ。俺としては一番入り口で堂々するあんたが一番怪しく見えたんやけどな。ここら辺のよ、生徒は全部なんつうか制服着とうような感じだったもん。金髪美女。疲れたー。部活でも一緒んでしょうね。この子は夕方は涼しくなってきたけど昼間はまだ暑いわ。しっかり水分補給しないと熱中症になっちゃうわよ。そういうことを言ってくれるってことは部活スポーツでもやんよかな、ほらほら、もっと早く走りなさい。何の話だ。お前何の話でもっと早く走りなさいって言ってんの。俺はそういう陸上部とかそういうんじゃないよ。分かったよ、早く走ってやるよ。あーっ、おーす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 。どうすか。まだもっと早く走らないかんの。あーっ、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 あーっ。バカみたいやけやめよう。この子は最近何かに取り憑かれたような感じになってフラフラしている人がマジに増えた気がするの。なんだか怖いよね。それはあれじゃない、ヤクザじゃない。ヤクザみたいな怖いお兄さんって結構肩揺らして歩くけど、そういうことじゃない。それはそれでちょっと厄介やけど。この花を見つめている人は、その私服かわいいね。それだけ。あの私服か、あの私服、この私服な、なんつうかこんな私服あるんかって思うようなデザインだった。作者さんのセンス、げつね、えげつね。そんなこと言っちゃいかんけど、とりあえず最後この子。ちょっと休憩中、文化部に入ればよかった。部長が怖くて辞めるって言い出せないよ。じゃあ俺が言い出してやろうか。お前怒られること前提になるけどいいのか。ん？文化祭に、いや文化部だったんや。文化祭に近いな。9月なんぼとか言ったけん。こんなの調べても何も出てこんか。学校の地図がある。おう、こんなんいちいち覚えれると思うかい。まあ、とりあえずこんな感じであるんやな。霊宝室、霊宝室ってなんだ。俺は知らない。うちの学校霊宝室がないもん。小中高大と全部霊宝室とか言うなかったもん。知らない。はい、うちの学校は広くて迷いやすいから、そこの掲示板に地図が貼ってありますわ。で、あんたうちの生徒じゃないの。休日だから食でもいいけど学校見学のことを間違えるわ。間違えるわとか言うけどね、多分あなたよりも年上よ。だって私高3だもの。じゃ
邪魔だお前ら。不可解現象研究会の部長知ってる？この前廊下ですごい狙われちゃってさ、なんか目をつけられちゃったかも。どうしよう。そんなことよりもお前どけ。あの人に関わると呪い殺されちゃうらしいよ。あんた何やったのよ。そういえば今日も学校に来てるみたいだよ。あ、お前らがここどかんけん、そのなんとか部の部長も怒っとんじゃない。呪い殺されてしまえ。消火器、消防法で学校に設置が義務付けられている。詳しいのを詳しく説明する必要ある？つか、この床めっちゃカラフルやん。こんな学校あるか。せめてこんな斜めな敷き詰め方はせんと思うよ。非常ベル、うん、なんで消火器こんなに説明詳しくしとんのにこっちは非常ベルの4文字で終わっとんか。なんか差別やな。どうでもいいけど、ゴミ箱の中は空っぽ。そうなの。ここ女子トイレか。ああ、男子トイレがないんは女子校やけんなんだろうな。今は入らなくてもいい。あ、そうっすか。別にそういう用を足すとかそういうのは必要ないんですね。はい。あ、ちょっと、え？通り過ぎた。避けられた。オカルト的な話に詳しい人は、不可解現象研究会の部長、なんて読むこれ。高菜さんかな、でいいんかな。あ、そうか。女性か。この学校の生徒は全員。不可解現象研究部とか、もう覚えにくいけどやめ。良くない噂が多い人だから、あんまりかからない方がいいかもね。怒らせると呪い殺されるみたいだよ。この話に内緒ね。おう、不可解現象研究会の部長が、研究会なのになんで会長じゃなくて部長なの？ちょっと読み間違いやすいんやけど、3回連続で読んだらまずいよな。絶対噛むよな。これか。オカルト知識は豊富だけど、関わると悪いことが起こると噂されている。えげつないな。逆に会ってみたいな、そういう人。ロッカー、掃除用具ロッカー、なんもなし。お、こっち一つ一つ教室があるんや。待てよ、こういう、なんつうか、めっちゃいろんな人が、その、なんとか研究会の部長の話しようってことは、さっきマップでなんか、物質っていう部分があったんよね。だから、その物質に行ってみれば、もう即話進むんじゃないかなって思うよ。おう、右の階段登ってすぐやね。オッケーオッケー。それまでの部屋は一つ一つ調べていくけどね。レイって何？あ、作動部これ。レイって何？ちょっと待って、霊ってなんなん？霊放室？あ、霊放室ってあの茶道の部屋なんじゃ。うちの学校茶道部なんかある、あ、ここの時はあったけど、行ったことないけど全然知らんわ。礼儀作法などの勉強する大きな和室。なるほど。だから霊なのか。なんかちょっとかわいそうな2文字やな、これ。あ、邪魔するで。部長さんかい？和室っていいよね。ここには何もないけどね。和の空間で落ち着くわ。そうっすか。俺にはわからないな。ねえ、あんた、さっき、私の私服、可愛いって言ってくれたんだけど、どう？この服、洋服か和服かどっちに見える？和服。ねえ、おかしいんじゃないのか。生け花の練習中のようだ。生け花ね。練習中のヨーダの割にはなんで一人で二つ使ったん？ちょっとずる賢い考えでも持っとんか。ようわからん。俺の言うことがようわからんけど。理事長が植物好きなのであちこちに置いている。お前も、もしかしたら将来的にこんなんなるかもしれんのか。かわいそうに。まあ理事長が置いたけんね。うん。テルレッビ。テレビいるんか？なんか、こういう、茶道部とか、茶道部かこれ。いけばな、なんとか部、何部なんこれ。何部って言えばいいこれ。何部か知らんけど、少なくともテレビを 見て、わーわー騒ぐような部活じゃないだろ。テレビいらないだろ。なんこれ。
ポスターが貼ってある。茶道部入部希望、入部者募集中。ハート。和の心を大切に。あ、ここ茶道部だった。茶道部の割にはなんか生け花とかやるもんなん。知らない俺。ゴミが山盛りになっている。半分向こうのゴミにお引っ越し。はい。成績が良い生徒ののみ。髪の色を自由に変えてよしとする。頭は中身が全てだから、見た目なんてどうでもいいんです。ぶっちゃけただ、理事長。下に小さく落書きがある。ハゲの言い訳、かっこ悪い。理事長。理事長。うん、わかった。ってことはあれかな。これは葉月ちゃんも成績優秀やけん、こういう色にしていいっていうか、そういうことかな。こっちは何もなし。これは何もなし。紅葉のポスター、紅葉を見に行こうよと書いてある。3点。うちの理事長は変なポスターを貼るのが好きらしい。確かに。うちの学校大丈夫なのかな。大丈夫じゃなさそうに見えてきたわ。ポスターが貼ってある。理事長室の掃除アルバイト募集。時給760円から。能力によりボーナスあり。秘密厳守でお願いします。秘密厳守の割では、堂々とポスター貼ってある。そして、理事ってある。理事長室やけん、理事なんだ。どういうこっちゃ。鍵がかかっている。土曜だから今日はいないみたい。それ以前に用がない。そうやね。ハゲでも店に来るんかな。土曜だとしたら。あ、ここは物質。結構いろいろあるな、やっぱ。花が、何やったっけな。花、前回見たんやけどな。花が、ん？まあいいや。わ、とってもいい先生よ。美人先生やね。この学校の先生で一番好き。確かに、好かれそうやね。主に男子から。男子おらんな、この学校。トゲトゲした葉っぱの観葉植物。こういう趣味あるんじゃ。こういう植物を植える前に頭に髪の毛を植えようぜ、理事長。アニメ鑑賞部。部室。部員募集中。アニメ好きはお気楽に入部してね。スマイル。アニメ研究部って結構なんか嫌な目で見られそうやな。そういう部活あるんじゃ。少なくともリアルではそんなんなさそうやもんな。こういうゲームだからの特権。あ、そうか。全員女の子だった。女の子をオタク趣味さらすって BL とかそういうんじゃないだろうな。部員じゃないから開けるのはやめておこう。突然入ってきていきなり開けようとするわけないよな、さすがに。ロッカーの中にはアニメのビデオが入っている。ここの入り口の、蓋のない部分やね。ビデオを見たらちゃんとしまうこと。なんか、部の鉄則みたいになんか書いとる。ここはアニメ鑑賞部の部室よ。今日の鑑賞会は中止になりそうだけどね。へえ、なんで？ビデオの調子が悪いな。テレビデオってどちらかが壊れるとダメなのよね。便利なのに不便だわ。どっちやねん。そしてテレビデオってめっちゃ古いやん。今の時代の人、子供のテレビデオ知らん人多いでしょ。テレビ、名前の通りテレビとビデオが合わさってね、合わさったやつですね。説明下手やけど、俺、ばあちゃんくんに会ったけ見たことあるんよな。なんかすっげえ優越感。出ていこう。それより、なんちゃら研究会かないかな。もうなんちゃら研究会なんかわかん。何研究会か忘れた。これサッカー部やん。サッカーボール。そうっすね。騒ぐと、隣の部室にいる人が怒るから、全然盛り上がらなくて、活動がほとんどできないのよ。不可解現象研究会の部長さんって、なんか良くない噂が多いし、あんまり関わりたくないからね。そんなにギャーギャーやんよか。別にいやん、お前ら。部室でワーワー言わんでも、校庭でワーワー言えや、サッカー部なんやけん。ロッカー。
応援に行くときに着るユニフォームが入っていると思う。なる。応援に行くときのユニフォームって何？あ、応援に行くときに着るユニ、うん、そうだろ。応援に行くときに着るユニフォームって、サッカーやる側じゃなくて見る側の方なんか、お前ら。サッカー鑑賞日に名前変えなさい。サッカー選手のイケメンだけが集まったポスター。見る、完全に見るメインでないか、お前。イケメンだけ集まったとか、プレイの方には見てくれんなんか。サッカー応援同好会だったあ、サッカー部じゃないんやサッカー応援同好会、応援する方なんじゃうん、じゃあなんでサッカーボールあるんだろうなっていう、変わっとんな、なんか何アニメ同好会は現実ではないけど、まあよしとしようよ。で、なんか茶道部なのに生け花とかするんじゃと思ったし、サッカー部、やる側じゃなくて見る側の部活があるのか。来たー！不可解現象研究会。部員募集してない、勝手に入るなって。もうそれ部、部として成り立ったんか。しかもドクロをめっちゃ表記しとるし。そんなに目立つ必要ある？部員募集してないってか言っといて。うん、入る。勝手に入っちゃったもんね。ウィー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 、勝手に入っちゃったもんね。はい、何か用？ようやく進展ですね。別に用はないんだけど。じゃあ出て行って。冷たいな。用ないかって言ったらあるんやけどな。ちょっと最近の不思議現象のことちょっと聞きに行きたいんやけど。冷たいな。難しい本しかない難しい簡単じゃなくてさ、理解に苦しむ本だと思うんやけどな、俺としては。そういうオカルト系の本なんかいきなり見せられたって理解できようができんだろう。あ、そう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 、厚化粧禁止、ケバケバメイクは定額にしますよ校長。校長もたまなことによって、そういう学校大体そうやな。あ、これは聞いた。あ、同じことか。あ、そうじゃそうじゃ、思い出したけど、あれじゃ確か美人先生になんか土曜や金曜や、土曜やけど来てくれないって言われたもんだった。忘れとった、すっかり忘れとったってことは職員室行かないかんので、じゃあ職員室の場所を確認したらこれで終わりましょう今回は。ここちゃうわ、間違えた。あー、こっちこれこれ、あ、近かったんや。職員室の前まで行こうか。非常口過ぎたすぐのところ、非常口ここやね、がここ。あ、ここが職やって職やって、なんか別のやつに間違えそうな気もするけど、まあいいでしょう。今回はこの辺で、ちょっと長くなってしまったね。セーブ。はい、じゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。シュー上げ。